山由紀さんウェイティングルームというです、ね、江戸川橋のギャラリーですね、えー、で、えー、個展すごく久しぶりなんじゃないかと思いますけど、えー、を開催してますで基本的にはですね瀬戸内芸術祭で展示していた作品の、うん、再構成再インスタレーションっていう感じになっていますなので、えー、と直島で会ったですね、えー、人の、えー、とですねあインタビューですねでメインの えと動画はですね動画っていうかあの映像は直島にですねギ,ギリシャから来てえっ、ー、と漁師になってる人がいるみたいで、えー、もう九百1 9 4 1年生まれって言ってたからう今何歳なの ?60 えっ、ー、80? えっ80かすごいな。 でまた現役で漁師やってるみたいですけどその人ね、えー、にのインタビューっていうのをずっと流してるんですねでえっ、ー、と主にその彼に聞いてることはまあ飯山さんがインタビューをしているような音声および字幕とおそれからスクラップですねで飯山さんはもともとずっとスクラップを,を作ってる作家でまあ僕いつしまだ女子日の時だったのかな知って。 から多分展示見てると思うんだけど当初はですねあの何、ー、ていうあのねえっ、ー、と戦争とかの写真とかあるいはその新聞記事みたいなものをあのね縫い物縫い物で編み物かで作るっていうねイメージを編み物でトレースするっていうかなっていう作品を 長いこと作作ってた作家なんですよ、えー、でその後、まあ、ウェイティングルームに所属するぐらいの時からかなあの映像作品を中心に作り始めてで、えー、彼女の妹さんがいるんですけどでその妹さんの、えー、インタビューをしたりですねインタビューインタビューじゃないな,なんか妹さんとのこの一緒にいる うん会話とかねとか散歩に行くとかねっていう映像を撮ってたんですね。で、まあ、妹さんは病気を持っていて、えーっとでまあ、あの病院に、まあ、入院したりするんですね精神病院に入院したりするんだけど知ってたんだけど、えーっとまあ、そ,のそこから、えー、ここの作品に展開したんですね。 でこれすごく僕まあちょっと久しぶりの作品なんだよねやっぱり彼女に彼女にとってすごく久しぶりのその妹の作品からすごく先あの間が空いたんだけどえー、っとでちょっとテキストをねじゃあ読みよ読むとですねえー、っとこれかえー、っと 生きている百の物語っていう作品なんですけどね。えっ、ー、と、直者もはじめとする瀬戸内海の島々で、これまでに不思議な体験や変な出来事はありましたか？と。 えー、問いを投げかけて収集した話が67話展示されている。鑑賞者はノートに思い出した自らの経験を記入することもできる。まあ、我々が記入実際できるんですね。で、この作品を制作した2つの動機には2013年から制作していた自分の妹が持っていた幻聴や幻覚を契機とした作品の影響がある。 病気だとは、えー、診断されない、されていない人が何か変わった物事を見聞きした経験の行き先が気になり、それを聞いてみたいと思ったことと、直島に住む2人の女性の経験を紹介するための森、他の物語を作ることだった。しかし、話を聞き集める中で出会った1人の男性、これがあのそのギリシャの男性ですね。 の、えー、経験を大きく取り上げることになる。彼が20年以上行っているある行為の経緯とそれについての感情を字幕としてスクリーンに投影している。別のスクリーンではアイヌの神話、えー、猫の神様になった少年の語り及びシシュポスの神話についてのギリシャ人の男性と作家のすれ違いの会話を直島と、えー、向島かなこれ。で撮影した映像や、えー、地元の人が作成した、えー、新聞記事のスクラップブックの映像に重ねていると,ということですね。 まあこういうことなんですね。で、えー、っと、そうなんですね。だから、要するにね、幻聴とか幻覚っていうものが、例えばね、そのね昔の,その妹の作品ね、えー、なんかね、僕がすごく面白かったのはね、彼女ね、ムーミンダニに住むっていうのが夢だったんだよね。で、あのー、でムーミンダニ、僕、ムーミンダニ、なんか、ね、も今、ムーミンダニにいるのみたいな感じになるわけですよ。 で、あの、なんとかさんが美味しいごジュースを作ってくれたみたいな。木ゴか。木ゴジュースって言ってたな。木ゴジュースを飲むのみたいな感じで話すわけですよ。で、飯山さんが、そうなんだ、飲むんだ、みたいな感じで言ってるのねで。僕ね、それね、なんかあのね、これはね、 ももしかししかかたら不謹慎ななのかもしれないけどでもねも,ものすごくね、あのー、笑いがあるのだからこれねさこれね詐欺るんだ笑いだとほんと取らないでほしいんだけどでもねまあそうなのそういうものも含まれてるのかもしれないただ受け入れるってことなんだよねそれ受け入れるってことなので飯山さんが本当に受け入れてるんだよで無ミダに一緒に行くのよねだからその行き場っていうのが現状の行き場って 幻聴っていうかとか幻覚の行き場っていうのがねやっぱそういう先を彼女はしていた人なのねうんでじゃあその病気って言われない人たちにも同じようなものが当然まあある似たようなものっていうかなそういうものがあるっていうそこに行ったっていうのはすごく自然な行為だとあの過程だと思うしそうねうん あのだと思いますね。はい。まあ、ちょっと、後からもうちょっと詳しく言いますね。はい、で、<laughs> これですね。こっちの方が、えーと、何だったかなうーん、うん、うん、うん。一人の男性か。20年以上行っているある,ある行為ってやつだ、うん。について。で、これが67の話のを、こう、なんてうか、展示してるんですね。文字にしてね。 まあこういうのがあるんだけどでもねこれねちょっとね面白いからねちょっと面白いあこれねこれちょっと知ってる直島にヌートリアおるけれども岡山で戦争中に毛皮に使うのに輸入してきたのが逃げて野生化しとるとね、えー、という話なんですねで全部人間がいらんことするからそうなるんやという結論になってるんだけどでもねこれヌートリアってあのみんな知らないどうなんだろう岡山の人はみんな知ってるんだけど。<laughs> どう他のところっているのかなヌートリアってね、何かって言ったら、でかいネズミなんですよ。でかい。もうこんなのよ。本当に。めっちゃでかいんですよ。めっちゃ怖いんですよ。で、あの、毛皮っていうのはそのとおり、軍、軍、軍服かなんかなの、軍人用の毛皮ですね。に、あの、使われてたらしいです。で、そのために輸入されたらしいです。で、めっちゃでっかいネズミが、あの、皮をい、に、 川沿いにいっぱいいて泳ぐんですよ、泳ぐの。川をこうピュッピュッピュピュっと泳いでいったりするの。上手に泳ぐんですよ。で、まあ一応その外獣っていうことになってるので、あの、捕まえたら、あの、お金がもらえたりするんだけど、あのー、そういう子ですね。ブラックバスとかも一緒ですよね。あの、ブルーギルとかね、もう一緒ですよね。食用で輸入されてっていうやつだけど、でもヌートリアン本当に怖い。でかい。もう大きいから。 悪さは別にするわけじゃない。でもね、あの、まあ、穴開けたりするよ。穴、穴めちゃくちゃ開けるので。あの、穴、あの、モグラみたいな生き方してるんじゃないかと思うんだけど。だからヌートリアンの穴みたいなところに落ちたりするんだよ、たまに。あの、大きいから、大きいから穴がでかいんですよ。で、上から踏んだらそこにズバーッとこうは、はまるわけね。釣りなんかしてたらそういうことが起きるんですよ。バス釣りとかしてたらさ、それこそね。あの、起きるんだけど、まあ、そういう話とかね。ね。 でここれこれ知らなかかったけどねまままあまあ、まあいいか、はい、ちょっとねこれね面白い話がねいっぱいあったから穴ああまあまあこれは映像とかもちょっとあるんですけどねまあ映像があるんだけどちょっとね違うであこここれですねここでですねはいえっ、ー、と我々の不思議体験っていうかな もうそのノートに書くことができるんですね。で、直島の人、直島に置いてあったノートが、まあ置いてあるので、それを見ることもできて、結構海外の人もね、たくさんあの、書いてあったりしていました。なんですが、普段、あの、ちょっと、ええー、と、飯山さんが集めたですね、えー、不思議体験っていうのをですね、ちょっと紹介したいなと思うんです。ここまで紹介していいまあいいよね、あのね、これ。日曜日に昼からお酒を飲んでいて、うつらうつらと眠って、あっと気づいて、気がついて、朝だと思ったら、まだ夕方だった。 これ不思議でもないね僕ね飯山さんってこういうことなんだよ。飯山さん,さんの作品ってこういうことなんですよ。僕の感覚は。<laughs> それ普通じゃんって <laughs>。あるわ俺もみたいな。この感覚だから笑えるんだよね。あるわみたいな。その感覚っていうものが。 あつまり、なんかね、遠いものがね、飯山さんが受け入れてるから、それを不思議体験として。だから不思議体験っていうものがね、不思議なままね、日常の方にブワーってこう寄ってくるとね、こういうことがね、できる作家ってなかなかいないですよ。あの、と思いますね。あの、ある意味で結構暴力的なことやってると思うけどね。だけど、あの、すごいよね、あの、ほ、うん すすごいいと思いますよであの展示っていうかね作品の見せ方自体はすごくまあナラティブを集めている作品だし展示あのそういう展示なのであの実際センシティブな作品でもあるんだけどでもある種ものすごく単純なところに、えー、とから受け入れることができる作品だと思うんですね。僕はそういういとところが飯山さんの魅力だと思ってます はいでもう他もちょっといきましょうか16友達のカラスの名前はカ助スケと言いますウグイスの声で呼びかけるとこっちへ来てくれますもう20年くらいカラスとおしゃべりします <laughs> こういうおばちゃんおばちゃんでもな、ね、いこういう人いますよねいいですよねこれはねなんて聞いた答えかっていうとこれまで不思議な体験や変な出来事はありましたかですよ こ,れこの人の日常じゃないですか日常なのに変なのこれ。変だと思いながら日常を過ごしてるんだろうね。ほら。ね。我々の方にグッと寄ってくるでしょグッと。これなんだよ。いや、本当にね、不思議なことが書いてあったりもするんですよ。不思議体験が。いや、ていうか、ほとんどそうなんですよ。これとかすごい怖かったけどね、下の33とかは。なんか精神病院、まあなんか、これはすげえ怖かったけど、まあいいや、ここはちょあんまり細かく言うのやめよう。 37とかいいいですね何が怖いって人間が怖いよ <laughs> なかなかシャレの効いた答えみたいななんか座布団1枚みたいな答えをねしたりとかねうんいいよねあこれはね有名な話なんだけどこれ有名な話なんだけど岡山とあの香川ねの間に島がいっぱいあるでしょで島ってどっちの犯人も属してない島がいっぱいあったわけですよね。 で、あの鬼ヶ島とか言われてる島もあるわけだけど、あのメギ島ですけどね。で、あれ何かっていうと、要するに、あの海賊がいっぱいいた,いたわけですね、海賊ね。で、あのどこの何も属してないような人たちがいた、あの島あ、いっぱいいたわけですね。で、瀬戸大橋ができたのが、もうつい最近ですからね。だって僕、俺、記憶あるからね、瀬戸大橋ができたっていう。だから、1980年代後半にできたと。 だからそれまではあの四国ってどことも陸でつながってなかったわけですよね。でそういう状態だったわけだからあのまあまあそういう状態だったわけです四国っていうのは。で,、まあ、で岡山と、まあ、香川の間にいっぱい島があってそ,のそこでどうやってあのどっちがどっちの島を取るかっていうので揉めたわけですよ当然ですけど。明治維新のあ江戸時代ってあ江戸時代なんだあれ江戸時代って書いてあるな。 えなのでビゼンで藩藩とそうですすいませんごめんなさい僕名人誌だと思ってたこれ間違ってたけどえー、と江戸時代だそうですでその時にどうやって、えー、どっちの藩のものか決めたかっていうとこれ有名なんだけど樽だっていうと樽って書いたらね桶っていう俺聞いたけどなうん桶って聞いたよどっちが正しいのか知らないけどまあ桶か樽かなんか流してでそれが流れたって言ってでそのこっち側は 岡山ててかここっっち側はさぬきってこう決めたんですね,ねでただその一つは岡山側は石島石に島香川側はあの井戸の井に島と書いて石島っていうふうに呼んでると <laughs> 確かに不思議だよねこういう話があったりとかねあこれも面白かったけどねなんかいきなりあの席を譲ってあげたらねおばあちゃんに「ありがとう」ってめっちゃ感謝されてストローくれたと。 でストローは使いい道がないのですぐ捨てたとね <laughs> どういうオチだって感じですけどまあこういうことですねはいはいで、えー、まあこれはちょっとあのその瀬戸内での展示の映像があるっていうことですでえっ、ー、とちょっと戻しましょうかえっ、ー、とですねいまあ飯山さんのその作品の,の肝みたいなところはもう言ったような気もするけど <laughs> あのー ま、これ、こう、これ気になるかもしれないから、一応答えておくね。ギリシャは、ギ,あギリシャは、ギリシャも戦争してたんですかって聞いてるのは、あのせ、1941年ね、生まれた時ギリシャも戦争してたのって山さんが聞いたっていうことね。で、なんだけど、もちろん戦争ばっかよ、みたいな感じなんだけどね。<laughs> で、答えてたけど、あの、えー、っとね、言さんってね、僕ね、あのね、結論を先に言っちゃうとね、あのね、 精神内科っていう言葉あるでしょう精神内科。今は、あの、あ、ごめん、療、ごめん、失礼。心療内科か。いい合ってる <laughs> 心療内科って言いますよね。精神科。かつてのね。えー、言いますよね。で、あれって内科じゃん僕もこれ考えたことな,ったなかったんだけど、やっぱあれ内,内科っていう名前になってるんだよね。 だあれ、外科的ではないよね。確かに外科じゃないじゃない。なんだけど、僕ね、飯山さんが言ってるのはね、精神だは、ね、診療外科だと思ったのね。これね、どういうことかというとね、ある意味でね、やっぱりね、傷をね、彼女はね、その傷をあの見せるんだよね自。自分のよ。彼女自身の傷をガッと開いてるっていう感じがするの、僕、すごく。このさ、この展示も。っていうか、この展示はそうなんだよ、実際。 だって一番初めは妹の話から来てるんだから、やっぱりそうだと思うとね。なんだけど、そこをね、自ら傷を見せることによってね、やっぱりこう、直接手で触って、そして、その精神を癒していくんだよ。だから、言山さんの作品って見てたら、これを見てたらね、ものすごくね、気が重くなるかって思うとね、全然逆なの。全然逆なの。 あのものすごく癒されるんですよなんか飯山さん自体の喋り方もそうなんだけどすごく癒されるんですでもねそれなぜかというと内科的な癒され方じゃないと思うんだよね我々のある種の傷な飯山さんが傷を開くことによって我々の傷も開かれてるしそれによってねその傷をね直接的にこうね外科的に治療していくって感じなんだよね だからね、傷を開くっていうことはね、心療内科ではやっちゃいけないでしょ、やっぱ。基本的に。まあでもなんか暴露療法みたいなのが違うかな。なんかそういうのがあるのかな。まあでもそれに近いかもしれないね。だから、まあ今は変わってるのかもしれないけど、でもね、ちょ、まあでも僕ね、まあ本当にそう思ったんで、なんか今回。っていうことはちゃんと残しておきたいから言ってるんだけど、 だからね痛いんですよやっぱり痛痛痛いいいのものもすすごく痛いでんじゃんす痛いっていうのはあのあれよ現あの最近の意味じゃないよ通覚の意味でね極めて痛いでもうもう,もうねかん頭で考えると超苦しいのよつまりねこれ内科的に考えるともうただ苦しいだけなのこれ本当になんだけど飯山さんの作品は違うんで癒しがあるんだよなんでかって言ってやっぱりこれ僕は外科的に治療されてるからって感じがするんだよな うん、だから、岩本さん、外科医なんですね。我々の傷をね、癒してくれる外科医なんです。癒すっていうかね、うもう、いい。っていうか、外科医ってめちゃくちゃ暴力的でしょブワーって開くなよ。で、こうやって開いて、で、なんかこいつて縫い合わせたりするのよ。そうそう。だからやっぱりそうだよ。縫い合わせてるんだよ。布をつく、使ってたじゃない。 僕はそういう作家なんだと思うんです。だから、飯山由紀っていうのはねと、非常に特殊な能力を持った作家ですよね。あのー、誰かの物語をね、物語ってるとは僕は思わないね、彼女、彼女が。ただ、僕はあらゆる人の物語を受け入れるんだと思うんです。皿としてあるんだな、彼女は。その、でもその、お皿であるためにね、自分をこう、ばっ 自分を切り開かなきゃいけないのね。だし、相手のものも切り開かなきゃいけないのね。でも、それを、その二人がね、その、腹をね、こう、割られたね、二人がね、くっつくことによってね、これはね、外科的にね、治療されていくんだよね。これ非常にだから直接的な作品だと思いますよ、僕。 だ,だって不思議体験、不思議なことや変なこと聞かせてくださいってものすごいベタなんですあの聞き方じゃない。ものすごく直接的でしょ。でもそこからさいろんなものが出てくるんだよね。いろんなドロドロしたものが出てくるわけね。それをでも受け入れるっていうことによって、受け入れる皿が飯山さんだから。だからこれだけ僕は面白い。 ってていうふううふに思ししまうしうんでもよくないことかもしれないよくないかもしれないけれどもでもすごく癒やされるんですだから芸術に癒しがあるとしたらこういうものだと思う僕はそして僕が思うのはやっぱり飯山さん自身が自己治癒してるんだと思う これは自分で自己治癒のためにやってるんだと思うしそうあってほしいと僕が願っているのかもしれないねと思いますねでもねすごくいい作品でしたあの久しぶりに見れてよかったなあのー、これどのくらい空いたんだろうなかなり空いたはずですよあの期間としてはねで家山さん全然会ってないからどうなってるのかなあのー まあ別に飯山さんと会ってもそんな大した話をするわけでもないんだけど会いたいねまたねあのうんあの皆さんもねぜひね飯山さん僕が言ってることねあのこれね飯山さんの声とかがねあのはい声入ってるんですよでよく考えたらそれも結構変わってるよね自分の声絶対入れてるのねあの前の作品からそうなんです妹との作品とかからそうなんですけどやっぱすごい重要なんだと思いますね 彼女の声っていうのはすごい重要かもしれないです、ねうん、まあそう思いました。はい。あのー、彼女は診療外科医であるというのが僕の、あのー、今の思いです。ということですね。はい。えー、以上、飯山由紀でした。えー、ウェイティングルームでまだまだ展示しておりますので、ぜひ行ってあげてください。まだ始まったばっかりですからね。はい。よし。じゃあ次行きましょう。おーい。 もうね完全にお腹が空いてきましたねあ。でですね、はい、あちょっともう視聴者も増えてきたので、この辺で言っときたいんですけども、あのですね、僕ですね、これ、あの、あの全然まだですね、YouTube やってるといえども、収益化もできていませんし、あの、全然ですね、あの、何でしょうね、本当にお金になるものではなくやっているので、これ、皆さんからのですね、グッドボタンのみがですね、僕のやる気をですね、えー、上げていくわけです。いいですか ところがですね、多くの場合ですね、いいですかあのね、なぜかですね、僕はですね、何のお金も儲けてないのですよ。バッドボタンがいっぱいつくんですね、この映像。<laughs> まあ、僕が悪いんですけどね。僕が悪いと思うんですけど、でもさすがにね、バッドボタンはちょっとね、テンション下がるんですよ。なので、ぜひですね、あの、今ね、今、今すぐ、あの、グッドボタンを押していただけると、ね、嬉しいなと僕は思います。ね、3人ほどね、えー グッドボタンを押していただけてるのかな今。分かんない。多分。あ、4人。あ、増えた。嬉しい。よし。ね。これがすごく嬉しいです。ね。これでもう超やる気になりますから。はい。続けていきたいんでね、僕もね。で、皆さんにも紹介し、まあまあ、続けてく,く,くれと言わないでも勝手にやるんですけどね。はい。あの、ぜひ、グッドボタンお願いします。登録もお願いします。ね。やってくださいね。はい。じゃあですね、どんどんいきましょう。 やっぱりね生きるとか死ぬっていうことについてね考えなきゃいけないですよアートっていうものは。